久しぶりに感じるね。そう、今日はね、髪の毛縛ってたんです。さっきまでね、触覚とかあったんだけど、どっか行っちゃった。出てきた。でもなんか変、ボサボサだけど 今日はまだご飯を食べてないので、キンパを買ってきたので、あ、その前に 今日ね、今ね、ちょっとおすすめしたいリップがあってね、わざとリップ塗らないで来たから顔色がないんだけど なんか夢見がね、雑誌で紹介してたのがあって、そのリップの話をアズにしたら、アズもたまたま持ってて、借りたらめっちゃ良くて、それを買ったんです。これ今これだけ塗ってるんだけど、めっちゃね、なんかプランパーって言って、唇がね、プルプルになるやつ、スースーするやつなんだけど、めっちゃ良かったからおすすめします。なんかひなのね、メイクが好きで、結構メイク何使ってるか教えてほしいって方が多かったので、これおすすめします。美声のね、エッセンスリッププランパーだって。美声のやつです。おすすめ。ということで、リップ塗りたいと思います。ちなみにこれは指原さんのリリミューなんですけど、リリミューなんだけど、これはね、割とブルベ冬向け、ちょっと紫っぽい、めっちゃ紫に見えるんだけどね、塗ったらそんな紫じゃないでしょう。ブルベ冬用かもしれない。色味的には02番です。リリミューさんも好き。今日はリップを紹介してみました。そして今日はもうすでにニットを着てます。寒くて可愛いでしょ。宇宙みたいな色 宇宙色です。宇宙色。確かに今日髪の毛縛ってるから違うように見えますか？武道館で「ネモハマルーマ」踊るこひちゃん見て好きになりました。え、ネモハマルーマ？めっちゃ意外なとこ そして今日はね、リバースの DM でお話ししたんだけど、一人でね、食べ歩きをしてきたんです。友達がいないので 東京に友達がいないので、一人で食べ歩きをしてきたんですけど、それでね、ずっと買いたかったお菓子があって、なかなか売ってなくて、新大久保に行ってきたんですけど、じゃじゃん、やっかー、ヤッカを買っ、ずっとビーバース DM とかいろんなとこでヤッカ食べたい、食べてみたい、動画見て思ったって言ってたんですけど、初めてね、見つけられて、そう、なんか韓国のお菓子なんだけど、どんなものかひなもわかんない そう、ずっと食べたくてね、買ってきた。あとひなが好きなチョコチップのクッキーはしっとり派です。なんかゆい、そしてこれね、配信で食べようと思って食べないとっといた。そしてちょっともう食べ始めちゃったんだけど、キンパ大好き、大好きなの、キンパ。
キンパ大好きなんだ。そう、鼻かゆい。なんかニットの毛がぽよぽよしてる気がする。今日はね、新大久保で、新大久保でね、クロッフルと、クロッフルと何食べたっけ、あ、ソトクソトク食べました。なんかソーセージとお餅が交互に突き刺さってて、あえたやつ、いてててて。あ、ミサパパさん、クマさん、ありがとうございます。そう、明日は、明日から握手会ということで、前夜祭一緒にやろうと思って、なんか遠出の人とかは結構前日からホテル泊まったりしてる人も多いかなと思ってやろうと思いまして、前夜祭一緒にしよう。かゆい、ニットってかゆいんだよね。そう、夢見まださ配信してるのかな。今日も可愛かった。こんばんは、こんばんは、成田小日向です。キンパ大好きなの。エリコ警察が小日向疑ってた。日向何疑ってたの。キンパ美味しそうでしょ。中に何入ってるかはひなも分かんない。きゅうりと人参と卵は分かる、あと分かんない。たくあんちょっと分かんない。夢見終わったの。なんか頭に2つつけてたよね、可愛かった。え、キンパ疑ってたの、えりこさん、どういうこと。いただきます。うん、うん、うん、エイト君の首取れたのね。なんか知ってたんだよね。それでさ、実際聞きに行ったの、その人に、エラーおじさんに、これなんで取れたんですかって聞きに行ったぐらい知ってました。どう、聞こえる？もっぱん？え、ひなも行きたい、新参者、チケット取りたいけどちょっと高かった。こんばんは。そう、なんかね、聞いたらね、あのくる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 回ったら前が分かんな、どこが前か分かんなくなって、とりあえず吐けなきゃと思って進んだらスピーカーに当たって取れちゃったらしい面白いらしいよ。聞いたらね、言ってた。でもそれ聞いたのね、いつだっけな、6月とかなんだけど、たまたまね、知ってるやつが動画に出たからびっくりした。そう、あのちょっと前にね、くるくる回るんだけど、あの倒されて回ったら前が分かんなくなっちゃったらしい。気になっててね、聞いちゃったキンパ美味しいんだけど、なんかさ、口の中物の匂いダメだ、ひなシナモンの匂い、なんか、
シナモン苦手なんだよねだけど食べてみたいっていう好奇心には勝てなくて大きいやつ買ってきちゃった。70g と 120g 売ったのに 120g 買ってきちゃった。ちょっと匂いが、シナモンの匂いするどうする？だってずっと食べたかったんだよこれ。なんか普通に匂いはあのオールドファッション、ミスタードーナツのオールドファッションの匂い。どうしようね、結構あるんだけど。あ、ナーラブさん、かぼちゃありがとうございます。かぼちゃちょっと食べてみるねちょっと匂いがやだ。これさ、無臭になるスプレーとかないのかな。ないかな。味しないよ明日の握手会で配ろうかなうん、美味しい。普通。香りめっちゃね、匂いがシナモンなんだけど、めっちゃね、不思議な食感、なんか飴みたい。何これ、得体の知れない物体かも。なんかサクサク系かと思ったら、なんかしっとり系だし、キンパ食べた後だからかな。でも美味しい、今日思う。うんうん、割とオールドファッションみたい。もういいかな。うん、もういいや。なんかこれをね、買った人っていうか、あれが、あの見た動画がバニラアイスと食べると美味しいって見て、バニラアイス確かにと思ったかも。今食べてみて。みそパッパさん頑張った、ありがとうございます。ともおさん、武道館も波動もありがとう、ありがとうございます。おっきい。そう、新大久保のね、お、ジョリーさん星ありがとうございます。新大久保の、あ、こしちゃんポニテニアありがとうございます。お、そらくんありがとうございます。あ、ジョリーさん星ありがとうございますなんだっけ、何の話してたっけ、何の話してたか忘れちゃったん、なんだっけ、なんだっけ、その バニラアイスだっけ。バニラアイスと食べたら美味しいって言ったよね、ひな。あれ、なんか話そうとしたけど忘れちゃった。あ、そう、新大久保のなんかソウルマートみたいな、ソウル市場みたいなところのでっかいね、スーパーみたいなところがあって、いろんな韓国料理がね、なんか韓国
ックでしか食べれないようなやつがあんまり日本で売ってるの見たことないようなねやつ売ってたから、結構ちょくちょく行きたいなって思います。そういえばこの間の武道館で本田さんから写真撮ろうって言ってくださったんです。そういえばひなはずっと眺めてただけだけど、あ、そらくん少し前ですがタワレコなくちゃ来てくれると思ってなかったからめっちゃ嬉しかったです。これアルノちゃんこれとさ似た色の服着てたよね、嬉しい。そう本田さんがね撮ろうって言ってくれて、まさかのスタッフさんに撮ってもらった。あとサインもしてもらいました。見たい？見たい？キンバ食べよ、キンバキンバ。そうアルノちゃん来てたからママにね送ってもらった、北海道にあったんだけど。あ、音符さん、クマさんありがとうございます。ね、キンパ美味しいんだけど、これ永遠食べれるんだけどどうしてくれる？あ、マックとメファイも作るの？どう？いい音ですか？ね、これ何の音なんだろう。このブランケットはお母さんが買ってくれました。これひなハングくんじゃわちぐみらのかごしぷんで、あ、わっにーんびょる、かむさんにだ。じゃじゃん、こひちゃん、うれピーナッツ。そう羨ましいでしょメッセージもあるよ。ウレピーナッツベッドの上に飾ってます。いいでしょそうコヒちゃんって呼ばれてます。ここにね、もっと仲良くなろうひーさん呼び大歓迎ひーって書いてるの、かわいい。あの本田さんって話しかけたらひーさんでいいよって言われたけど呼べなかった、呼べなかったんだのどにキンパがいる。メルカリ、アンデジ、そう。寒いよ。そう、キンパが今喉に住みついた。コシちゃん可愛いな、ありがとうございます。ね、武道館終わってさ。いきなりさ時間ができたらもうさ何をしたらいいか分かんなくて、毎日なんか何してるか分かんない。最近はプデュ見てるんだけど、新しいワンオンワン101ワンオンワン
そう、燃え尽き症候群っていうんだね、多分調べてみたら。明日初めましてしに行きます。お、深いアンサーを待ってます、ありがとうございます、嬉しい。明日ね、寒い、半袖なんだよね。オンライン巡りみたいなやつ行くか、すごいね、早い、恥ずかしいから来なくていいよ。日プの推し、日プの推し、なんか声おかしくなった。宇宙人みたいになった。日プの推しは、あの名字の読み方が分かんないんですけど、多分剣持さんっていうのはあれ分かんないんだけど、なのちゃん、ボディ&ソウルの方にいたかな、ボディ&ソウルで披露してた気がします。なのちゃん泣いちゃった。剣持って読むのあれ、初めて知った。なのちゃんかわいい、お顔好きだし歌もうまい、あと面白い。なんかでもね、桜井美羽ちゃんもデビューしてほしいなって思う。ひな、ニジプロも見てたし、ガルプラも見てたから、デビューしてほしいなって思う。ね、昨日寝てたの面白かった。後ろの髪型ポニーテール、ピョン、そうが好きです。見てみてください。お、ヤンニンかぼちゃありがとうございます。 X のアイコン変えた。お、本当、見てみよう、嬉しい。こんばんは、ナオトゥさん、こんばんは。ぴょーん。あさっては、あさってはあれですよ、猫ちゃん、猫ちゃんのコスプレ、人生初コスプレ。オーディション番組よく見てる。そう、オーディション番組はプロデュース48が初めてで、そっからねハマってずっと見てます。いろんなの、いろんなの見てるんだ。そう、壁紙新しくなったの。ショールーム、ショールームでもなってるかな。こんばんは、いつきさん、こんばんは。ショールームでもなってる。コスプレ一日中6部と8部どっちも猫です。初見です、ありがとうございます。え、壁写真ひなも見たい。壁写真気になる。どうですか、前のとどっち好きですか。ね、そらくんがさ、あのしゅんやくんとさ話してるの面白かった。ひなの服装について、チュール、食べないよ、いらないよ。全然いらない。でもさ、コスプレ初めてだからさ、なんかコスプレで会場にいるっていうのがちょっとね怖い。やばい、あの人19歳なのになんか猫着てるって思われたらやだ。思わないでね。森永かぶしゃ好き、やったー、嬉しい、嬉しい。そう、初めてなんですよ。あの押し増しもあるので、よかったら来てください。こんばんは、こんばんは。明日の8部以外は多分押し増しできるはずなので、ぜひ来てね。猫、猫になりますよ。
今日ね、久しぶりにカラコン入れたんだ。見て、わあ、これはね、宮脇さくらさんのカラコンです。綺麗なんかひなさ、結構さ、まあなんか感情で動くタイプじゃないから、結構さ考えて動くタイプだから、なんか静かとか思われそう、思われがちなんですけど、意外とね、お話し会は喋りますよ。めっちゃおしゃべりなんです、意外と。こう見えて、どう見えてるかわかんないけどでもね、結構まだね、あんまり話さなそうとか暗そうって思われること多いから、違うよって言っといてください、皆さん広めて。結構喋るよね、ひな。違う、まあ、キャピキャピっていうか、明るいって感じではないけど、どう？まあ着てる服は暗いんだけどね暗い色が好きだから、そう、暗く見えがちなのかもね。寒色系が好きだし、喋りやすかった、よかった。お、そららっこさん、お、好みだ、なんかちょっと喋れなくなってきた。好みの顔、嬉しい、ありがとうございます。しょっぱないじられました、いじったっけ、ひないじったかな、声が落ち着く、やった。あ、ナーラブさん、かぼちゃありがとうございます。なんか武道館ってさ、武道館って全メンバー出てるから人数多いじゃないですか。だからなんか、あのひなのこと探して見つけてくれる人なんていないんじゃないかなと思ってたけど、意外と成田子ひなちゃん気になったとかね、見つけてくれる人がいてびっくりしました。どうやって見つけてるんだろうと思って。あ、ウォーターメロニー、ベルカムサムニーだ。 AKB に初めて好きな子嬉しい、怒られた、確かに確かにね、すごい、あの X とかでね、めっちゃエゴサするんですけど、そう、検索したら、まあ、アズとかはソロとかで立ってるから、そりゃね、わかる、あの子ヤギヤズキちゃんだってわかるけど、ひなは結構ユニットとかも13人だったし、あんまりこう人数が少ないところでやったりしてないから、そんな目立ってなかったと思うんだけど、それでもね、ひなのファンの方はもちろんひなのこと見つけてくれたし、なんかひなのファンじゃなかった方も武道館で気になったとか言ってくれて、めっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。ティナオンにかぼちゃありがとうございます。りょくりゅうさん、星ありがとうございます。波動も楽しかったです。オーラと髪型髪型確かに分かりやすいかもいつかこしちゃん生歌アベルに聞くのが夢です。嬉しい。ひなはあの中西アルノさんの新しい音楽番組に出てデュエットしたいです、夢です、一生の。スタイル、え、佇まいが目立つ、本当に、なんでだろう、え、本当に。でも外羽もさ、結構いらっしゃるじゃないですか、浅井奈々美さんとか、背とかでわかんのかなね、紫と黄色たくさん見ましたよ。グローリーデイズのバックダンサー可愛くてニヤニヤしてあれ衣装がね、めっちゃ可愛い。与太郎さん、かぼちゃありがとうございます。かぼちゃ嬉しい、そんなね、なんか見つけてもらえると思ってなかったから嬉しいですうん、寒いですなんでこんな寒いんだろう、寒いよ。そう、なんか
お母さんもね、ひなのことすぐ見つけたって。それは親だからか。嬉しかったです。ひな姿勢いいの？え？姿勢悪くない？猫背じゃない？そんなことない？札幌から到着はいいな。ひなも札幌行きたい。札幌に行きたい。そう、めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。いつかね、もっとたくさんの人に見てもらいたいな。あんまり自分のさ、歌を披露する機会がないからね、いつか大きいステージで歌いたいです。生でソロで。ほっぺが薄くなった。そう、痩せたんですよね多分。武道館、武道館行けばよかった。武道館ね、楽しかったですよ。とってもめっちゃ綺麗だった。本当にいつもね、初めてステージに立った時はね、涙が出そうになる。そう、明日から個別握手会です。初めての握手会なので、個別緊張しております。私が緊張してるんですけど、どうしてくれるんですか？どうしたらいい、どうしたらいい、怖いよ、緊張するよ。個人的にコイントスついてほしい。コイントスね、難しい。コイントス大好きです。本当にね、ひなは緊張してるの。どうしようかね。そう、波動もねあったんだけど、この間なんか最近波動がねすごい身についてきて楽しいです。まあ安定に次の日太もも筋肉痛になるんだけど。ひな緊張するよ。あんまりね、喋ること得意じゃないの。実は得意じゃないから、ひなに時間を割いてくれて楽しんでくれてるかなってすごい心配になっちゃう。イトキンさん、おばけありがとうございます。ウィー、波動上手くなりすぎてて、え、みんなお世辞かと思ってた。ひながさ、なんかあんまり一人だけ下手くそだからお世辞言ってくれてんのかと思ってた。ぽわぽぽぽ、なんか避けるのがうまいらしいですよ。そう、おしゃべりだけど、なんか慣れるまで時間かかるんですよね。そう、初対面の人に慣れ慣れしくいけるタイプじゃないので。ね、波動楽しい。でももう少しで強化企画なくなっちゃうよね。そんなことなかったっけ、分かんないけど。最初の頃さ、逃げること下手くそすぎてさ、5回ぐらい死んでたのに、ひなは最近はね、逃げるのうまいって褒められる。そう、この前はおとり、私がおとりになってました。おとりで2人が、さえちゃんがガード室、かすみをガードして、かすみが、狙い撃ち。そう、作戦勝ちだよ。嬉しい。勝てるなんて思ってなかったから。嬉しい。パプリカ。パプリカになりたい。そう、楽しかった。めちゃめちゃ。こんばんは。あきちさん、こんばんは。もぎっと仲良くな、本当にあれ以降お会いしてないし、写真撮りたいね。好きですって。お、
ファー読めない、ヒャーヒャーエナヨさん、カムサムニダ。17期はシーズン2、そうなんだ。じゃあひなも まだちょっと本戦いけるレベルじゃないから、もっと強くなりたいです。ゆうりさんと話したことあんまないです。本当にあんまりないかもしれない。お話ししたいですね。本当にないんですよ、あんまり先輩と話すタイプじゃないので。ずっと隅っこ暮らししてるので実は。19期の発表に不安はないですか？不安ってあるものなの？ん？みずみん来た？え？え？来てないよ。ん？なんかだって後輩が入っ、不安な先輩のところに後輩入ってきたくないじゃないですか。めっちゃ声聞こえる、多分外の子供。ひーちゃん以外に写メ撮らんかった、撮ってない、自分からね 言えない。かすみは19期入って文字編するのって扱い。だってひなのファンの人はひなしか押せないでしょう。なんちゃって。そう、後輩ね、後輩と友達になってなんか遊びに行きたい。そう、後輩にね、なんか学生の時とかもね、後輩からモテるタイプでしたよ。そうなの。なんかせっかく指差してもらって、かすみとらす、そう、いや女子の後輩だね、女の子からモテるんだよね。わ、シェアハウスに入ってくるのか。もし13歳の子とかさ、シェアハウスに入ってきたら、変なお世話できないよ。ベビーシッターできない、それはちょっとできないかもしれない。バレンタインチョコ、バレンタインとかあったっけって感じなんだけど、本当に何してたんだろう、ひなバレンタイン。何もしてないな。ちょっとね、13歳の子とかの世話はできないです。ちょっと別お給料もらえるとダメだ、それは。寒い。チラチラ。そうでね、ひなの、あのオーディションで仲良かった子にも声かけてみた。武道館で小ひなさんのサイン色紙もらえたから、明日握手会お邪魔。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ね、中学生でシェアハウス、ひなも無理だと思う。19歳でも結構ギリギリだよ、シェアハウス。結構ね、レッスンとかでね、忙しくて、結構身の回りのことね、できる時間限られちゃうから、中学生って考えたら絶対無理だと思う。洗濯とか中学生ってできた？できないよね。お手伝いなんか入れるぐらいならできるかもしれないけど。そう、前話してた地方の子。そうなの。最近もね、話してて、なんかアンダー22の知ったかぶりが回ってきたらしくて、見たよって言ってくれたんだけど、やっぱこひちゃん好きだって言ってくれて、なんかね、本当にまあなんていうの、あんまりいないタイプで可愛いって言われて嬉しかった。そう、地方の子だからね、全然それ以降は会ってない。お、あきちゃさん、くまさん、ありがとうございます。嬉しい。くま、あ
ありがとうございます。そうシェアハウスは完全ご飯は自分持ちで、そう一緒にとかもないので、なんか初めての時は餃子パーティーとか一緒にしたけど、それ以外はもう冷蔵庫も自分のもの自分で入れるみたいな感じだし、まあ、調味料とかはシェアだけど、それ以外は本当自分なので、今日も一人でキンパ食べてます。キンパ、そうひなも家事はあれですね、いつだっけ、本当にしてないかった。こひちゃんのこと一番好き、嘘つけそうご飯当番とかじゃないの。そうポトフとかはね、ポトフとか作ってあげて、なんかそれはね多く作っ、ひな結構お鍋で作った料理とかは一人で食べきれないのでもったいないし、ね、多く作ったら食べてくださいって言って食べてもらってたことはあるけど、でも本当にねそれぐらい、ひながカレーとかポトフ作った時ぐらいシェアするの、そうだから中学生とかで考えたら、もしゆいがシェアハウスに入ってたらひな無理だよ無理無理、お菓子だけで終わるよ多分あの子か。本当に皆さん握手会緊張するので話しに来てね。うん、あみちゃんかぼちゃありがとうございます。かぼちゃ毎日ラーメンだったらどうするの、ニキビだらけになっちゃう思春期。日用品はねティッシュとかはねシェアだよ。でも歯磨きとか洗顔、歯磨き粉とか洗顔とか化粧水とか全部自分でも、シャンプーリンスボディーソープとかは一緒。そう全くね生活リズムとかも違うから全部自分だよ。私はあれじゃない、家政婦じゃないよチラチラチラ、幕張ね、幕張なんかいつも移動が楽しい。なんか東京全然行ったことないところが多いからね、遠足気分いつもバスの中。ひな全然早起きじゃない、めっちゃ遅ね、遅ね遅起き。エリちゃんとホテちゃんがシェアハウスじゃなくなったけど今もみずみんと同じ部屋。そうそうなんです、2つねお部屋があってこう22で住んでたんですけど、ここ2人がいなくなったけどここは空きでこう2人で住んでます。お明日初幕張だっていうね、これお幕張ひなもなれない、全然慣れない。え、嬉しい。見守っててください、ずっと。嬉しいです。とっても。ね、握手券ばらすって何？そう、体調崩した時とかはね、お互い必要なものあるとか言ってやってるけど。でもさ、あのコロナとかは関わっちゃダメだから大変だったね。ひなはホテルに行きました。こんばんは、里正さんこんばんは。うわキティちゃんだ、かわいい。ひなと仲良くなるまで時間かかる、そんなことないと思うよ。握手会でね結構イメージ違うって言われるし、こんな感じじゃないかもだから来た人だけが知れる私の一面です、握手会は。そうなの、実はねこんばんはこんばんは
そう、何回、1回とか2回とか来てたらもう仲良しだよ。ね、ひなも焼肉行きたい。こうひな話せば大丈夫。そうだよ、大丈夫だよ。実は釣り師だよ、死ぬ。死でしょ。ジンギスカンね、全然食べてないな。全然食べてない。楽しすぎてこの前話足りなく、そう、足りなくなっちゃうんだよね、話長いから。ひな、お、ヤンニン、コンドリー、カムサンニダー。タワレコで初めて握手したけど好印象だった。嬉しい、ありがとうございます。作詞って何？作詞ってなんだ、なんか強そうだね。ね、やっかさ、なんかずっとさ、ずっとずっとさ食べたかったからさ、食べたいんだけど、なんかあんま食べたくないんだけど、どうしたらいい？二律背反だわ今気持ちが。どうしたらいい？どうしたらいい？あ、メキシカンサンタさん、ありがとうございます。ウェーイ、ミラーボール。どうしたらいいかな、めっちゃ気持ちが。食べたいけど食べる気がしないっていう、はい、なんか気持ちで戦ってる。やめた、バラバラになりそう。ね、欲張って大きいの買っちゃった。だってなかなか食べれないじゃん。やっこはヨジャムハングシプテイシプテイヨジャブンドランテインギーよ。ちんちゃよ、ヨジャブンドランテサルチナミンが。うん、ね、握手会でばらまこうかな、こうやってトリックアトリート。どうしよう、そんなキャラじゃない。11月はエリちゃんより買っちゃった、嬉しい、ありがとうございます。お、あきちゃさん、かぶちゃん、またありがとうございます。え、これ本田さん食べたいかな、本田さんにあげたら喜ぶと思う。あんまりこんなカロリー高いもの食べないかな。やばい研究生ね、本当に。どうしようかしら。なんかヤッカのクッキーとかはさ、韓国で人気らしいけど、ヤッカそのものってなかなかあんまりだよね。はじめまして、まえさん、はじめまして。そう、10時まであと10分。うーん、ね、食べるもの気遣ってそうだから、どうする。AKB の握手券の買い方調べ、お、ぜひ私のショールームから、多分 TwitterX 飛べると思うので、 X からぜひ見てみてね。え、やっか気になってる人いるの、 AKB のメンバーに。ひなだけじゃない、誰か気になってる人いるの。なんか誰か話してたりした？あ、ビビビビさん、かぼちゃん、ありがとうございます。ハロウィンだから、ハロウィンのさ、いっぱい飛んできてかわいい。ハロウィン嬉しい。コヒちゃん、フォロー済み、ありがとう。コヒの握手絶対来てください、待ってるよ。こんばんは、こんばんは。かゆい、みんな金属アレルギーなんだよね、実は多分。自称金属アレルギー。誰か食べたい人いるかな、やっか。わあ、キヨキヨさん、ピエロありがとうございます。ピエロ、
そういえば11月1日で久しぶりに公演出るので、小ひなファンぜひ来てください。紫黄色振ってね。お、ワッニンビョルカムさんにいた。ともおさんありがとうございます。お化け握手会行きたいかも。連れてきて、みんなで、みんなで、みんなに久しぶりに会いたいよ。全然来てくれないじゃん。でもさ、ちょっとは食べたいの、自分でも高かったから。みそパパさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。いいいい。おお、すごいすごいすごい。ウォーターメロンにウェルカムさんにだ。リッキーさんかわいい、ありがとうございます。嬉しい。マシューさんピエロありがとうございます。あー、みちゃんピエロありがとう。そう、今日は千葉さんのお誕生日だね。そう、韓国のお菓子、DD でも全然大丈夫ですよ。ひなのこと押すのやめなければ大丈夫です。サロマンドゥンミニヤッカ、米で作った小さいヤッカ。なんか語呂がいいね。ヤッカ、菓子作れそう。ダサダサ。食べたいけど食べたくない。そう、2列配販してるの今、気持ちが。そう、なんか千葉さんとね、同じレーンを使う。みんなこひちゃん推しになって、ぜひぜひ広めてください。成田こひなさん、こんな人いるよって。トリックはトリート。あっという間に1時間過ぎてしまいそうですが、こんばんは。寝坊しました、おはよう。明日はね、6部と8部なのでよく寝れそうです。19期来ても変わらずだ、言ったからね。ともさん、ともさん心配だよ。でもなんか新しい子入ってきてさ、仲良くなって友達になりたい。友達になりたい。小ひなって呼ばせたい。二律背反とか初めて聞いた。ひな結構使うんだけど、なんか頭いぶってる人みたいじゃん。あ、魔女の帽子かわいい。そう、初握手緊張してるの。今まではさ、グループだったからさ、グループ握手会だったからさ、個人ってね、ひなに時間を使わせるのも申し訳ないけど、楽しんでもらえるようにぜひ。小ひなさんって呼ばれたい。いや、小ひなって呼ばれたい。ジルムエドテヨね。そうだね、そう、個別は初。10年ぶりぐらいの握手会。お、嬉しい。小日ちゃん以上に夢見愛する子が入ってきた、どうする。ウーバー無理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 、それは無理。夢見推し入ってきたら無理、無理だよ無理だよ。小日なー、あきちゃさん、何、夢見推しはダメ、却下します。私が私が却下する。無理だよ無理無理。えりちゃん推しが入ってきた。最近ね、えりこさん、ひなよりかすみと仲いいから、もう知らない、いいよ、もういいよ、もういいもん、いいんだもん。いてててね、ちょっと夢見はダメだね。そういえば昨日ね、あの昨日じゃない、波動の日にね、なんかさえちゃんにね、最近コヒと夢見が仲良すぎて嫉妬するって言われた。かわいい。
そう、イメミとパーカーをそれ今日着てたかな、イメミなんか LINE で着てるよって動画送られてきたけど、ひなもそれ着ようか迷ったけどさすがに匂わせすぎてやめた。私は今日はアルノさんと匂わせ着てました。可愛いんだけど、何オタクになっちゃった。そうそう、可愛い、さすがに匂わせだよね。それはちゃんと夢見のショールーム見て、あ、なんかこれお揃いのパーカーっぽいなって思って、ちょっと今日これ着るのさすがにね、匂わせすぎるな。まあここまで肩まで通したんだよ、肩まで通したけど、ちょっと匂わせダメ絶対と思ってやめた。何の話、まあ、お揃いには変わりないんだけど、ごめんね、ごめんね。はじめまして、好きです、嬉しい嬉しい。パーカーを見せたくて来てたって。ちょっと何、可愛いんだけど無理、どういうこと可愛い、何。そう、アルノちゃんなんかこのね、ま、なんか同じ色味のね、ここ何カーディガンバージョン着てて同じやんと思って。明日の服は猫ちゃんじゃなくて本田さんからいただいたお洋服着ます。え、待って、なんか夢見の話してたら盛り上がってきちゃって、もうやめたくないんだけど、まだ夢見の話してたいけど、ちょっとどうしたらいい、もう2分だけでランキング読めないけど、どうしたらいい。マサコビャーさん、似合う、ありがとうございます、嬉しい。セーター可愛いでしょ、これね去年の冬買ったから年物。延長でチュッキー嬉しい。そう、夢見の話、ちょっと早くしな、オタク、いや本当に好きな人の話になるとオタクになっちゃうんだよな私。夢見が19期に目移りしないよ、無理だよ、そんなことしないよ。15分だけ延長するね。12時まで夢見あの水島さんもね入ってるので、ちょうどガチでなんか夢見って本当に可愛くて、どうしたのいきなりって感じなんだけど、なんか夢見のことを思い出したにやける気もびっくりする。そう、私可愛い女の子好きで、何の話これ、本当に意味わかんないけど、可愛いじゃん夢見って、なんか可愛いのにわけわかんない行動するし、そうわけわかんなくて可愛いんだよね。ちょっと待ってね、よし、小日推しが夢見の流れ、それはもうね不甲斐な、なんだそれはもう、なんだ、なん言葉が出てこない、本望です、本望これだ。マジで可愛いんだ、ふにゃふにゃしてるしわけわかんないし可愛い、なんか2つつけてんのもわけわかんなくて可愛い、そう何言ってるかわかんないのも可愛い、意味わかんなくて可愛い。わかる？みんな。なんか疲れた時に意味わかんないぐらいの重さで抱きついてくるのも可愛い。こんばんは、こんばんは。それなのにめっちゃいきなり写真撮り出すのも可愛い。パシャパシャ言い出す、いきなりパシャ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 、いきなり聞こえる隣で、パッて見たらキメ顔してる、意味わかんなくて可愛い。そう、ゆめみさん陸泡のひな壇でさ、なんかわけわかんないことしてて、なんか変なことしてたんだよね、一人だけ恋人いない選手権してた、意味わかんない、隣パッて見たらなんか手伸びてくるなと思って、そう、ひなとゆめみだけ出る曲が同じだったから、すごいね、一緒にひな壇にいたんだけど、隣から超長い腕伸びてきて
う何いつもふにゃふにゃしてんのになんでこういう時こういうのできんのと思って笑い止まんなかった見た人いますか、あれ何何あれ本当に意味わかんないあー面白いえ何あれ本当に見たらさ面白すぎてもうね笑っちゃった本当に何してんのこの人笑っちゃったよそうひなはねそういうことするタイプじゃないからちょっとゆるーくね盛り上げてたんだけど隣すごい恋人いない選手権やってる人いてびっくりしましたあみちゃんお化けありがとう、お化けそう面白いよほんとマジで面白い。そう最近はね夢見モードです。私18期夢見モードそう最近すごいね夢見らしさが出てきて面白い声変わったんだけど笑いすぎてどうしてくれんの夢見、お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ。夢見といるとねひなずっとニタニタしてる。なんか夢見と本田さんって顔似てないですか、好きなタイプ同じなんだなって思いました。私がこの間夢見にも行ったんだけどなんか似てるって、何かが似てる、かわいい。コウモリ食べれそう、コウモリそう顔のタイプがなんか似てる気がして好きですね。今日の髪型からありがとうございます、ポニーテール。恋が言ってくれて嬉しい、本当夢見てね、なんか降ってきた、自分でコマ飛ばしただけだった。明日の髪型どうしようかね、どうしようかね、握手会ちょっと緊張してる。ちょっと夢見の話終わったら緊張戻ってきた。え、壁車の顔の向き変わった、あ、そう変わったらしい。どっち向いてたんだろう最初全然わかんないんだけど、あれは研究生のね壁写真はね自分で決めてないんですよ。そう誰かスタッフさんが研究生は決めてるらしくて、こういうこっちがいいですって言ってもね多分スタッフさんが全部決めてどっちがいいとかひらないから何でもいいんだけどどっちが好き、でもみんなからこっちが好きって言われる。あきちゃさん、かもさんありがとうございます。壁車マジでイケメン、本当嬉しい、かっこいい系だったよね多分。えひな自分で決めたくないかも、なんかやっぱさ第三者の目線、第三者の目線が一番大事だと思ってて、自分が好きな顔よりさ多分第三者が決めていただいた方が、あの他のねファンの方が見た時の目線も多分そっちの方が近いと思うからしえ、ひなイケメンだった、嬉しい嬉しいよ、
ババ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 バ、イケメンだったらしい。嬉しい嬉しい。イケメン枠本当にそんなことない気がするんだけど、本当に嬉しいな。でもあれだよね、なんかなんだっけ、新衣装めっちゃかっこいい系だったよね。めっちゃ嬉しい、かっこいい系が好きだから嬉しかった。ミサパッパさん、かぼちゃありがとうございます。なんかここアシンメトリーみたいになってて、片方のこっちがなくてこっちがピンクでこっちが白みたいな感じの衣装だったんだけど、なんかめっちゃひなっぽいって言われた。なんか二面性があるみたいで可愛くないですか。こっちから見たらさ普通のシャツに見えるけど、こっちから見たらピンクだし、まっすぐ見たら両方ある。可愛くない？めっちゃ好きなんだあの新衣装。フィッティングの時にもねすごい褒めていただいて嬉しかった。シアターの女神の自撮りないんだよそう、あの時早着替えだったのかな、多分早着替えだったからね。研究生はちょっと携帯を持ち込めないので撮っていただくことしかできないんですけど、できなかったんだ、ごめんね。顔がほっそりしてイケメンだ。そう、痩せたんです多分。ティナオンにクマさんありがとうございます。クマクマ、そう、自分でもピンク似合うと思ってなかったから、似合うかな、嬉しかった。ピンク着れて、そう、シアちゃんの女神もねピンクだったんです。でもあれなんか本田って書いてて、名前に本田さんのじゃんけん、そう、6位だったんです毎回ねひなのに出すの決めてもらってた。ひのぶさんとそうお会いして会話するのが、会話したことがなかったので、なんかお見かけしたことはあったんですけど、なかなか話すことなくて、フィッティングの時に初めてお話しして私のこと知ってくださってて嬉しかったです。成田ちゃんじゃんって言われて、え、私のこと知ってるの？と思ってびっくりしました。知られてると思ってなかったんです。こいちゃんじゃんけん弱いの本当にね。いつもこうじゃんけんしても負けだから、お洋服とかいただいた時に一番最後とかに選ぶんですけど、なんかねああいう時勝つみたい。そう、シアターの目がめっちゃ緊張した。本当にユナとかねアズとかずっとお腹触ってくるの。待機の時にユナとアズがいたんだけど、もう後ろからね冷たい手で背中とか触ってきて、ふわーって怒ってた。ずっとウォーターメロンさん、かぼちゃまでありがとうございます。かぼちゃになりそう、いっぱいのかぼちゃで。おひちゃん有名人なんで18期でじゃんけん強いのは圧倒的にユナ。ユナはいつもね選ぶの一番です。11分になったのでランキング読みたいと思います。13位音符アット安藤さんありがとうございます。12位マシューさんありがとうございます11位ウォーターメロンにカムサムニだ。10位キヤキヤと夜行バスで幕張向かってます。わー、ありがとうございます。夜行バス大変そうだ、乗ったことないけど大変そう、ありがとうございます。8位イトキンさんありがとうございます。ありがとう。あれ9位になってる、9位か。イトキンさんありがとうございます。8位ヤンニン See you tomorrow See you tomorrow Tomorrow Tomorrow。7位ニュービビベベさんありがとうございます。6位はあとヤチェダンニンガムサンニダヤチェダン。5位トモアット武道館も波動もありがとう。コーヒー一押しありがとうありがとう。
4位アミちゃんありがとう。3位ジョリーさん、ジョリーさんありがとうございます。2位アキチャアットおしさんありがとうございます。ありがとう。ステイ1位はミサパパさんありがとうございます。オンラインお話し会もありがとうございました。そうゆなちゃんじゃんけん強いんですよ、めっちゃ強いよ。皆さん明日来る方は楽しみましょう、握手。こちらこそ配信ありがとうございました。前夜祭、前夜祭盛り上がったでしょうか。写真ね、撮るの忘れないようにしないと。明日名札あった方がいいかな。そう、名札あった方がね嬉しい、覚えやすいです、名札あった方が。写真ね頑張るね、眉毛かゆい。前夜祭楽しかった、嬉しい、よかった、ありがとうございます。皆さん遅くまでありがとうございました。これから私は何かをしようと思います。なんかわかんないけど、もうお腹いっぱいだな、キンパいらない、ヤッカもいらない、どうしよう、何しよう。一日一オロナミン C もさ、もうささっき飲んじゃったしさ、何もすることないのにまだお風呂は入る気分じゃないの。何かしようと思います、わかんないけど。握手会ぜひおしましも気になったらしてみてくださいね。先輩と写真撮りたいな、頑張る。皆さんありがとうございました。また時間があったらショールームしたいと思うので、その時はまた来てください。ひーちゃんと話せますように、会えるかな。麦さんとツーショット頑張る、頑張るね。ぜひ気になった方握手会来てください。ありがとうございました。ブー、寒いから気をつけてね、バイバイ、ぴょーん、おやすみ。